してる。あの子。ああ、自分の兄に見捨てられたとこ。でも仕方ないかも。ちょっとびっくりだよね。鬼の花嫁なのにあんな子がいるなんてさ。でも噂でしょ。キガサトは花嫁より鬼が溢れてるんだから、まさか本当に一人ってありえない。けど、あれじゃ求愛なんてされないんじゃないの？鬼って異性女好きっていうしさ。あんた何気に容姿自慢入ってない？性格知ったら告白してこなかっただろうね。 なんかあの子は顔だけでダメって感じ？聞こえるって。でも普通家に帰るとかするんじゃないの？なんで捨てられたんや学校にいるのかな。本人に聞いてみればいいじゃん。あんた聞きなよ。私だって嫌よ。親にも捨てられたとか言えないし、フォローできない。それマジ最悪。 土佐塚さんですよね。選定委員会のものです。選定委員会？ご存知の通り、鬼にとって子孫を絶やさないことが第一の目的です。ですから鬼の刻印を持つ花嫁をないがしろにすることは許されてないのです。は？土佐塚さんには我々選定委員会があなたにふさわしい鬼を選び、その鬼のもとへ嫁いでいただきます。実相手が選定され次第、 来たそうじゃない。それが何？選定って言ったって結局残り物同士をくっつけるってことでしょ。だからそれが何？そこまでして木笠とに残りたいのかってことよ。あんただって私と同じようなもんでしょ。どうせ俺の再仮装の花嫁のくせに私と大して変わんないじゃん。あんな鬼とくっつくつもりないわよ。 どけブス。何あんた危ないわね。邪魔だ、どけ。おい、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 お
お前物を蹴るのが趣味なのか。違います。ていうかあんた、鬼ヶ里の生徒だったんだ。今日転入してきた。お前鬼の花嫁か。そうよ。あんた鬼だったんだ。ああ、いずれ鬼頭になる男だ。は？バカじゃないの。本当にここってバカばっかり。おい、俺時々ここにいるから蹴りたくなったらまた来いよ。 それ、朝霧さん自分で作ったの？あ、自己紹介まだだったよね。私、土佐塚桃子っていうの。私も鬼の花嫁なの。よろしくね。あ、一緒に食べよう。一人で行動すると目つけられるよ。あの辺はさ、自分が鬼の花嫁だってことに誇り持っちゃってるやつらだから。柿先輩、花嫁にすっごい人気あるから。 朝霧さんのこと疎ましいんだと思う。噂で聞いたんだけど、三役に給与されたって本当？本当なんだ。ってことはさ、事実上鬼の中で上から4人は朝霧さんのお婿さん候補ってことだよね。そりゃ四季子たちも面白くないか。お婿さん候補聞いてないの？ 相手が気に入らなければ好きになる必要はないよ。求愛されれば他の鬼の花嫁になってもいいんだよ。ちょっと、どこ行くの？あんたどういうつもり？誰にも相手にされないからって。あんな女の話かけて。別にあんたに関係ない。 どう？それで鬼頭をやるのか。まあこれだけじゃな。他へ何か考えるさ。鬼頭は花嫁に殺意があるらしい。なんで？わからない。でももし鬼頭が花嫁を殺せば花嫁殺しの鬼として里から追い出される。実力から言って次の鬼頭はお前だ。自動的にその地位を得られる。 俺たちが手を汚すまでもない。そんなんで鬼頭なってもつまらんだろ。俺は手を汚したいんだけどな。カンナ、一緒に帰ろう。あ、よかったら明日休みだからうち泊まりに来ない？一緒に町行こう。でも、そっか、新婚さんだったね。じゃあまた。カンナ、帰るで。 もしもし。あなたの相手が選定されました。明日、喫茶ロロへ午後2時に来られますように。あ、ちょ。
片塚さん? はい どうも 青柳しぐれです どうも じゃあ行こうか え? ちょっと 何? 何するんですか? 何って決まってるだろ 子供作るんだよ なんでそうなるの? どうせそのうちするんだから一緒だろ いや順序ってものがあるでしょ まあ、休和してから入ってもいいけどさ そういうことじゃなくてさ じゃあ今休和しようか は? やめて! 求愛ぐらいさせてやれよ あんた! 誰? こいつ あんたに関係ないでしょ 見せ物じゃないんだ 消えてくれないかな? 消える? 俺が? ああ なんなら俺が消してやろうか? やってみろ なんだ? 男がいたのか? なんであんたがこんとこにいんのよ? なんでって? 言わなくていいから! それ… 相手は? あれ?もういい。じゃあね。おい、飯行くけど来ないか?なんで私があんたなんかと。おごってやるぞ。お前、剪定なんかの世話になってたのか?私だって好きでそうなってるわけじゃない。 まあ、その顔じゃしょうがないか。言いたいことは?それだけ? あのさ、なんか勘違いしてるようだから教えてやるけど、自分が愛されてるなんて思うなよ。俺の刻印があるから殺されないとでも思ってんのか? お前、本当にムカつく女だな。二度とかけてくるな。 あんた花嫁いたんだ。周りがうるさいから決めた女がな。俺の顔色を伺ってこびてばかり、そのくせ自分が愛されてると勘違いして、俺がやることに口ばかり挟む。あんたに合わないんじゃない?だから他の鬼のもとへ嫁がせることにした。へえ、花嫁嫌いって珍しいね。でもそれがきっと普通なんだろうね。私も花嫁だけで好かれるのはおかしいって思ってたし。 それは部外者の考え方だな。部外者か。確かに。私もこのまま部外者だったらよかったのにな。全部無駄だったんだよね。何が? あんたに関係ない。関係ないなら話してもいいんじゃないか?人の愚痴聞いたって面白くないよ。俺今暇だから。 美男美女のカップルがいて、二人の間に生まれた長女は美少女で、三女もやっぱり美少女で、四人は仲良く暮らしましたって話。それ愚痴か? 二番目が抜けてる。鬼頭の花嫁が三翼に求愛されたらしいな。ああ、それ知ってる。すごいよね、私とオチが。ま、 あんな価値のない女が鬼頭の花嫁だなんて、拍子抜けだな。価値がない? カンナが? わからない女だな。花嫁の中でもてはやされるのは、それなりに容姿がいい女だ。お前だってそれが最低限の条件だってことぐらいわかってるんだろ? だが、鬼頭の花嫁はその最低限すら満たしていないんだ。最低ですらない花嫁に何の価値がある? そんな女が、 鬼頭の花嫁だからという理由だけで幸せになっている。おかしな話だとは思わないか? あの女とお前のどこが違うというんだ? <音声>本当のところ、お前は鬼頭の花嫁をどう思っている? <音声>私は
あの子を私と同じ位置に立たせてやりたい。引きずり下ろしてやりたい。